神戸の戸賀川では地元の園児らが3年ぶりにアユの稚魚を放流しました。辰野市の揖保川から届いたアユの稚魚、神戸市灘区を流れる戸賀川では次世代にアユが泳ぐ美しい川を残そうと33年前からアユの稚魚を放流しています。新型コロナの影響で今年は3年ぶりに開催され、地元の園児や児童らおよそ500人が願いを込めて放流しました。長生きしてます。長生きしてます。長生きして。60年ほど前、戸賀川は生活排水の影響で汚染が進んでいましたが、歩道の整備や住民の清掃活動で水質が改善しました。水の良さというか、命に対する関心を高めてもらいたい。戸賀川では2008年に河川の増水によって子どもを含む5人が死亡する事故が起きていて、子どもたちは川遊びのルールも学んでいました。